い、こんにちは、小豆島の漁師浜優です。というわけでやっていきましょう。で、今日はついにね、あの冬にやりたかったやつをね、やりたいと思います。本日の食材がこちらです。はい、こちらドカーン、めちゃくちゃでかい箱です。開けます。はい、まだ見えません。ちょっとでかすぎるんで場所移動します。よいしょ、よいしょっと。はい、じゃあ出していってみましょう。一体何でしょうか。クソでかいわ、おら。持たれへん、持たれへんこれ。よいしょ。でもこれ見たらわかると思うけど、よいしょ。はい、こちら今日の食材がド迫力アンコウです。で、こちらの超巨大なアンコウなんですけど、新潟県糸魚川の漁師 YouTuber マイロさんからいただきました。マイロさん、いつもありがとうございます。で、シールいただいたので、シール追加します。よいしょ。で、こちらのアンコウなんですが、おそらく13キロぐらいですね。で、ちょうど去年の今頃にこちらの動画で28キロぐらいをやってるんで、まあ半分ぐらいといったところですね。まあそれでもめちゃくちゃでかいですよ。ちょっとシンクに出してみましょう。これほんまに13キロかな。よいしょ、よいしょ。もうね、洗っても洗ってもついた手のぬめりが全然これ取れないんですよ。ほら、すごいぬるぬる。で、マイロさん、アンコウがね大量に取れたようで、その様子がちょっとありますので、そちらをどうぞ。はい、それでは捕獲シーンではないのですが、アンコウが大量に取れた様子があります。それがこちら、船上いっぱいアンコウがたくさん取れてますね。どれも10キロ近いんじゃないかなっていうアンコウが、大量に取れてます。で、今回こちらのアンコウを送ってくれたんですが、これ何をしてるかっていうと、胃洗浄って言って、まあ胃の中を水で洗うと中からね、なんか異物が、食べたものが出てくるそうです。で、重量を測ると12キロ針でエラー12キロ以上ですね。すごいね、やりましたね、前野さん。それで小豆島行く。いやー、浜ちゃんのところに。浜ちゃん今年も送りますんで、はい、楽しみにしててください。はい、はい、マイロさん、ありがとうございます。体感ではね、15キロぐらいありました。で、これ市場の様子ですね。大量のアンコウ、水ダコで、カレイみたいなのも、たくさん並んでおります。送ってくださりありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ大量じゃなかったですか。こっちの世界ではまだ見れてないんですけど、大量だったと思います。で、今年の冬は風ばっかりで、今日も漁に行けないので、この巨大なアンコウからですね、アンキモを取り出して、こちらのね、日本酒で熱燗を作って、しっぽりとやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずまな板を置いて、で、明らかまな板意味ないんで、これちょっとのけます。いやー、でもシンクがまな板と思ってあげます。よいしょ、よいしょ。で、ここにあげてすごいな。ちょっと観察していきましょう。まずこの顔ですよ。で、届いた当初ね、胃がすごい出てたんですよね。これ全部胃です。で、アンコウはもう口から胃が直結で、こう手入れたらね、もうこの胃の中ですね。だからもう本当にすぐ胃が出てる。で、この胃をのけると、見てください、このものすごい鋭利な歯。これがね、めちゃくちゃ痛い。ちょっと胃戻ってくれ、あの歯の中見たいから。胃戻って、痛い。食べたもんが逃げれないように、こう返しなっとんですよ。返しっていうかね、奥に入ってんの。あ、ごめん。で、上の歯もね、こうやって二重になってますね。すごいですね。これ体表は昨年した時と同様、もうぬるぬるです。ほら、そんなから、見てやめとこう。で、これ可愛いお手手と、これ尻尾ですね。尻尾はちょっと擦れてます。はい、じゃあ次返して裏側を見ていきましょう。よいしょ。はい、これが13キロぐらいのアンコウの裏側ですね。で、この大きな、ね、肛門かな、お尻があって、まあ、こんな感じでヒレがあって、そして胸びれ、まるでウーパールーパーみたいですね。ウーパールーパー。で、観察回ったところでさばいていくんですが、去年はね、こんな感じで吊るして吊るし切りにしたんですが、今日はね、家の中で、まあ、このままね、解体していきたいと思います。よし、じゃあさばくぞ。吊るしてないから難しいかもしれない、難しいかもしれないけど、よいしょ。よし、まあ、一応 YouTube で適当に予習したんで、やっていきます。この皮をね、切っていきます。口の上、よいしょ。で、まあもう大きすぎてぬめり取るとかも無理なんで、先にちょっとほんと皮をね、頑張って剥いでいきます。よいしょ。吊るしてたらね、持ってこう切れるんですけど、こんなんでいいんかな。僕もまともにやったことないから。よいしょ。おー、すごい。早速このあばらみたいなのがね、出てきました。ちょっと軍手箱、よし。すごい気持ちいい楽しい、これ。うわ、
めちゃくちゃね、スッ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 、取れていきます。よいしょ。でちょっとある程度胸びれのとこまで来たら引っ張ってみようかな。よいしょ。おお、結構引っ張れるな。よし。完全にこれ電気のとこまで、電気コンロまで行っちゃってるよ。行きます。よいしょ。よ、できた。はい、これで裏面の皮が取れました。でこの皮もね食べれます。七つ道具の一つの皮です。で皮は鍋に入れておきます。よいしょ。これ一人カメラマンむずいな。ぬめぬめで触りたくないんだよねカメラ。次行こう。はい、じゃあ次はこのウーパールーパー的ね、手を取ります。よいしょ。よいしょ。はい、ウーパールーパーの手が取れました。手が取れたら見てください、もうね肝臓が見えてきます。でもうお腹開けて、取っていきましょう。先に内臓類を。うわ、でかめちゃくちゃでかいじゃん肝臓。でこの超巨大な肝臓でね、とりあえず今日はあん肝をね作っていきたいと思います。でお店で出るあん肝のね、結構ほとんどが中国産とかだったりするらしいので、純国産のねあん肝楽しみですね。よいしょ。おー、取れた取れた。はい、こんな感じで綺麗なあん肝が取れました。これちょっとのけときます。はい、じゃあその他の臓器も見ていきます。この茶色いのは多分腸ですね。うんちが入っとると思う。とりあえずこの臭い腸をね取り出します。これ結構臭い。よいしょ。はい、じゃあこんな感じで腸とそれと胆のうが取れました。胆のうがなんかね薬になるって聞いたこともあるんですけど、まあちょっとわからないので、腸からいっぱいねうんちが出てて、ちょっと身にもいっぱいかかっちゃったんで、先にね洗いたいと思います。はい、であんまり手がヌメヌメしてカメラができないので、最近仕事辞めた友達が、いたので、その人にねカメラマン頼んで来てもらいました。いいよちょっと喋っても。よし、じゃあ上げていきます。よいしょ。あー、カメラマンさんがおったらすげえ助かる。はい、じゃあ次はこれを取っていきます。こうやって切って、よいしょよいしょ。はいはい、はい、こちらあんこ七つ道具3つ目、卵巣ですね。言うたら卵 の、 入っとるやつです。卵です、いわば。でこちらの卵巣こんな感じで、広がってね羽みたいになるんですよ。やってる。というわけで、卵巣でした。はい、で心臓が取れました。でこれめちゃくちゃね小さいのに、こんなね大きなね物体を動かせるんですよ。魚の心臓はだからすごいです。でこれも食べれるんで置いておきます。はい、じゃあ次は胃を取っていきます。水袋っていうやつですね。胃もねあんこ七つ道具の一つで、美味しいです。こう腕突っ込んでね、食われた食われた。これ抜けん、ほんまに逆毛になっとる。よし。でこれどうしようかな、もういい感じにこう周り取って、胃っぽく取っていきます。でここ見てください。ここにね食べたもん逃がさないように胃の中にもね歯があるんですよ。ここは硬いのでこの上を、取っていきます。はい、はい、じゃあこんな感じで、胃が取れました。ほらすごい。これも避けておきます。はい、じゃあいよいよねまな板を使っていきたいと思います。この上乗そうか、よいしょ。はい、じゃあ次はもう小さくしないといけないんで、この柳身って言ってねでっかい身を、さっき身を取ります。もうこれもう適当に切っていこうか。俺もねこうやって切るの初めてだからちょっと分かんないんだよね。でここら辺の関節を探します。ここにある、ここここ。でこの関節を包丁を入れて落として、よしよし、これで落ちそう。よし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 。でこれで皮を切ったら、はい、はい、こちら、大きなね身がこれ取れました。というわけで、こちら柳身って言います。まあ柳の葉っぱの形に似てるから柳身。これも七つ道具の一つです。はい、じゃあいよいよねこれこんな感じで、頭の方だけになりました。次はこのねまず下顎を割ります。よいしょ。で下顎割ったら、まあ、どうにか横をね取っていきます。もう何がどこかわからん。でそういえばねこのエラもね食えるんですよ。エラ忘れてた。エラの前にでもここら辺解体しないとちょっとわけわからん。ちょっと返します。よいしょよいしょ。おお、なんかボヤって取れた。よしよいしょ。はい、とりあえず取れました。でエラがね綺麗に取れずにちょっと切れちゃいましたね。ちょっとエラだけ取って、よし。
これエラちょっと避けておきます。で片方のヒレは取れたんで、もう片方やっていきます。反対側もまあどうにか解体していきます。とりあえず落としちゃおうか。構造がわからないので手でいきます。あよいしょ。はい、でもここだけを、こうして、はい、これで両方のヒレも取れました。でこちらもねエラは取っておきます。とよいしょ。はい、オッケー。次最後に顔の解体やっていきます。であのさっきね口から胃がすぐって言ったのはもう口入ったらもうこっから胃なんですよね多分。でこれが返しの歯で、こんな感じで返しなっとってめちゃくちゃ痛いです。でこのアンコウの代名詞と言っても過言ではないこちら、アンコウのアンテナがついてます。このアンコウはねこれでこう魚をおびき寄せるんじゃ多分なかったと思うんですけど、まあやっぱアンコウの象徴みたいなのはついてますね。で最後にこの唇を取っていきます。もう取り方はね頑張って取るだけです。叩きます。もう叩いて頑張って落としていきます。反対からよしよし、やっしゃー。はい、というわけで唇が取れました。もう俺の顔より小さいね。ちょっとねあの調子が悪いんですよ、その一人で撮ってないから。やっぱで唇だけが食べれないということで、あの江戸時代の川柳でこういう言葉があるんですが、アンコウは唇ばかり残るなりと、まあ、去年も言ったんですけどね。これは捨てます、食べれないので。で皮の皮も剥ぎます。結構この皮を剥ぐのは簡単なんですよね。よいしょ。はい、オッケー。はい、じゃあこんな感じで皮が剥げました。で7つ道具っていうんですが、この8つ目のね頬肉っていうのもね一応あるんですよ。でこんな感じでね目をキョロ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 動かすから、ここの筋肉はねすごいしっかりしてていい身をしてます。これも食べましょう。はい、じゃあ全部分解できました。でさばく時に言ってた7つ道具についてちょっと説明したいと思います。はい、じゃあいつものねホワイトボードを使って説明していきたいと思います。で今回いただいたのはキアンコウとかホンアンコウっていうねメジャーなアンコウです。で漢字はこんな感じで、なんか安いとか家康みたいな感じを書きます。で取れる漁法は刺し網、定置網、底引きとかで取れて、今回はマイロさんは刺し網で、取ってくださいました。でアンコウはねあの捨てるとこがないって言われてて、まあ動画の中で結局ほとんど言っちゃったんですけど、アンコウ7つ道具っていうのがあって、でその部位がエラ、皮、ヒレ、肝、水袋、布、柳身で、まあ大体、部位はこんな感じで、ここらにあるよってやつです。でアンコウの名前の由来はちょっと諸説が山ほどあるので端折ります。でこれは僕が描いた絵です。アンコクアンコウでアンコウです。アンコウです。で今日はアンキモポン酢が主役なんで、他はね軽く鍋にしたいと思います。ちょっと先アンキモのね準備をしましょう。はい、じゃあアンキモの準備をしていきます。ちょっとこれ全部多すぎるのでこれぐらいで、切りましょう。よいしょ。はいはい、切れました。でまあこれでもかなりでかいけどね、でかすぎか。ちょっとだけ成形します。ちょっと成形。よし。で次にこのね筋とかがついてるので、この筋を、取っていきます。筋。はい、で次ね筋が取れたら、これね薄皮がついとるんですよ。こんな感じでペリペリっと剥がしていきます。この薄皮がねついとると食感が悪かったりラップにつかないそうなんで、これ取っておきます。結構大変なんですけど。はい、じゃあこんな感じで綺麗にね、皮が取れました。皮が取れたらなんかだいぶ違うよ。ツルツルじゃなくなる。スルスルぐらいになる。はい、じゃあ次はボウルを用意して、でボウルに水を入れて、で塩、血抜きをしていきます。まずこれである程度血抜きができたら上に上げて、で水気が取れたら次ね塩を、パラパラっと振ります。これ振りすぎるとねあの良くない、辛くなっちゃう。で反対も、で反対もまんべんなく塩を振ってあげましょう。でこれで30分ぐらい置いておきます。
はい、じゃあ30分経ったことになりましたんでやっていきたいと思います。じゃあこれね、水が結構出てるのでこれこうして、でもう一回真水を入れます。塩することによってやっぱ適度な水分とね血とかも出るんで塩はやった方がいいです。でね、他の YouTuber さんが言ってました。で水と一緒に酒とか塩とかも入れてね洗います。はい、じゃあこんな感じで綺麗に洗えました。はい、じゃあ綺麗に水気が取れたらちょっと避けて、で次ラップを引きます。よいしょ。でラップの上に、乗せてあげて、で成形して巻いていきましょう。よいしょ。でくるくるくると、でくるくるって巻いて、で太い方から口閉じようかな。太い方をこうくくってあげて、はい、OK。でちょっとこれね長細くなっちゃったんで、こっちから押して、でついでにこの空気穴をね、あ空気のこういうとこ、こういう空気が入っとるとこをね抜いてあげます。あらららあれ破れちゃった。緊急補修です。うまくいかないね。今は補修して、詰めていく。ちょっともう一回直します。はい、じゃあちょっと再挑戦。ラップをねちょっとケチったから、ラップちょっと大げさにいきます。ちょっとラップをよけめにして、でもう一回巻いていきます。でここで成形して、くる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 とで口閉じて、で片方の口も閉じる。でこの空気穴のとこちょっと穴開けて空気をね、逃がしていきます。よし。で形は、これでいいでしょう。でもう一回アルミホイルで巻いていきます。でアルミホイルでも成形、これで OK でしょう。でも同じように穴をねちょっと開けておきます。ここからね臭みとかが出るんです。よし。はい、じゃあ焼き芋みたいなのができました。で次蒸し器を準備して沸騰させます。はい、でこちら沸騰したら蒸し器の中にあん肝を入れて、これで2、30分、まあ太いんで30分ぐらい蒸していきましょう。ヘイシリ、タイマー30分。はい、30分からカウントダウンします。 OK。 はい、じゃあ蒸してる間に鍋の準備をしていきます。まずは身から、身を取り出して、とでこれ尻尾擦れてるんですけど、なんで擦れてるかっていうと塩がめちゃくちゃ早くて網にかかったままねこう地面の方で擦れてたそうなんで、尻尾が擦れた状態となっております。漁師エピソードです。身どうやって取ろうかな。これもうここから包丁入れていきます。よし、こんな感じで、包丁を入れていって、で中まで、入れていきます。で3回目で、そこまでいったらこうで、はい、じゃあ大きな身が取れました。めちゃくちゃでかいよこれ。で反対、これ大名おろしいけそう。ここでいきます。でここからね大名おろしの感じで包丁を入れていきます。でギコギコギコといい感じに切っていきます。で尻尾の方まで最後まで包丁を入れてヒャッと、はい、これで OK。 よいしょ。はい、これで中骨と、肉2つに取れました。でこれはだしに使うんで、割っておきます。よいしょ。OK。 尻尾のヒレも確か食べれるんで、これも、皮を剥いで、置いておきます。 OK。 はい、じゃあ軽く洗えましたら、次なんかこの薄皮ちょっとベロンベロンしとるんでこれ取ります。よし、ちょっとこのあんまり赤いとこは取ろうかな。よし、バットで、まあ鍋用にねいい感じに、切っていきます。よいしょ。もうこのためだけにバットしました。でもまあやっぱりスーってほらスーってね気持ちよく切れます。はい、じゃあ5切れ切れました。もう切れたやつはねこんなとこボウルの中に入れておきます。はい、で役目を終えた抜刀さんは一瞬で洗います。はい、じゃあもうせっかくなんで全部入れようと思います。1個ずつねちょっとずつ切っていきます。で肝ちょっと、でこれエラ、エラもそのままで、こちら、卵巣とこの胃をちょっと、胃のこのここ硬いな、ミノみたいな感じかな、これをちょっとね、入れたいと思います。よいしょ。でこちら手頃な皮があったので、手頃な皮、どこの皮かはちょっと謎で、最後にヒレですね。ヒレはどうしよう、まあ、頑張って剥いていきます。いやー、よいしょ。
まあでもあんまほとんど食べるとこないんだよね。でもこうやって剥いて、はい、ヒレも OK。 はい、じゃあ7つ道具の身以外6個取れたんで、これを全部下茹でしていきます。で全部これ湯の中に入れて下茹でしていきます。もうありえんほど全部ヌメヌメだからね。よし、でこれさっと下茹で、はい、じゃあこんな感じで、ちょっと強めに湯引きしたらこれをね、洗っていきます。何も見えねえ。で一個一個、洗ってね、あれしていきます。ぬめりとかも取っていきます。結構ぬめり取れた。まあ卵巣はちょっと残ってる。でこの黒ナマコみたいになったんが胃袋です。胃袋ね、去年も黒ナマコみたいになった。すごいフォルム。でこの集合恐怖体みたいなのがエラです。これも洗います。で最後にヒレを洗って、ヒレ身ないと思ったけど結構ここらも、しっかりと身がついてますね。はい、これで、6つと、それと身、これで7つ道具が揃いました。じゃあこれをもう鍋の中に、ぶち込んでいきます。もう特に、気にせず入れていきましょう。でちょっと今日は尺が長くなりそうなんで野菜はもう切っておきました。この野菜も入れていきます。まあ、野菜もね特に考えずに、好きなやつをチョイスします。で最後にニラ。で次水気を入れていきます。であんこ水気が多いんで、あの水少なめでいきます。よし、水少なめでセットして、でとりあえず火をつけます。でこれで一旦ちょっと沸騰させましょう。待つ。はい、でこっちもね30分経ちました。おお、ちょっとどんな感じでしょう。でこれちょっと箸刺してみて、まあ、特に分かりません。これで OK です。でこれをお皿に入れて、で前ねあの冷やさずに切ったんですけど、そうするとやっぱ崩れちゃうんですよね。だからちゃんと冷やしてやっていきましょう。これで OK です。はい、でこっちのね鍋の方もだいぶ沸騰してきました。ほら、まあ、沸騰はするんですけど、あの水が出てます。やっぱ予想通り水少なめでよかった。もうちょっと少なくてもよかったですね。でこれにまずいつものヘビーユーザーをちょっと入れます。それとね、みりんを加えます。で今日はねこちらの、お味噌も加えます。あのまあ石狩鍋風です。ただ残念なことにバターがちょっとないんで、コクがあんま出ないかもしれないけど、ちょっと味噌仕立てのスープに。で石狩鍋っていうのはね、あの北海道の昔漁師さんがね血とか臓物を全部入れて、その臭みをなくすみたいな感じで味噌も入れてて、まあ言うたら豪快さこそが売りが本当の石狩鍋かなと思います。でちょっと混ざったら味見してみましょう。激うま、マジで。ちょっと飲んでみて。マジでうまい。うまいやろ。うまいの。最高にできました。はい、で鍋も完成して、で鍋完成したんですけど、これが冷えるまでに多分だいぶ時間かかっちゃうので、もうね明日にします。というわけで今日の晩酌、あんこはちょっと諦めて疲れたんで明日にしたいと思います。それじゃあ明日へ。明日って言ったんですが結局今日いろいろしてます。唐揚げとかね、まあ、あと煮付けとか、焼いたりいろいろやってます。大変です。はい、明日に飛ぶって言ったんですけど、なんか中途半端で終わらすの嫌なんで、ある程度やりました。で、2時半ぐらいから撮影始めて、約ね、8時です。6時間半ぐらいかかりましたね。いやー疲れた。まあ、煮付け始めいろんなもん作って、で、まあ、ある程度シンクの方も、綺麗に洗いました。でも今日晩酌するにはね、明日ちょっと夜中に起きないといけなくてしんどすぎるんで、今日はこのまま寝て明日の晩酌にします。じゃあ明日へ。よーい。はい、というわけで明日にやってきました。まあ朝の仕事も終えてね、あとはもう晩酌するだけというわけで、で昨日の晩頑張ったんでこういうものができました。でまあちょっとつまみ食いしたんですけど、こんな感じです。で鍋の方はもう僕はこだわる男なんで、こんな感じで入れ替えました。これ鍋完成です。でね、あん肝も冷えたんで出していきましょう。さあこちらです。中にね火が通ってるかどうかっていうところなんで切っていきましょう。さあ果たしてどうか見ていきましょう。どうかな。ちょっとお皿邪魔で、ペアーっと開けて、おお、すげえ。で次にこのラインナップを開けていきます。おお、おお、
お、なんか変に食い込んどる。わ、なんか変な線が入ってる。はい、オッケー。こんな感じで、うまくできてそうです。すげえうまそう。見事です。さあ切っていきましょう。はい、じゃあ切っていきます。はい、切り口がこんな感じです。完璧。中までがっつり火が通ってるし、めちゃくちゃ美味しそう。これほら、うわすげえ、とろっとろだ。じゃあいくつか切っていきます。わ、崩れちゃうな。よいしょ。糸で切ってもいいね。タコ糸とか普通にもう酢でいいや。よし。でもうちょっとだけ切って、もうすってポン。よし、これぐらいでもうちょいいこう。よし、オッケー。はい、じゃあこれでオッケー。はい、じゃあね、お皿を出して盛り付けていきます。まあ、ちょっとしなびた大葉を並べて、ちょっともうしなびてるんで3つ使います。で3つずつ、こっち4つやけど、あんこを並べて、でレモンで、こちら既製品万歳を入れて、でネギを加えたら、でポン酢も加える。それでは浜井特製あん肝ポン酢の完成。はい、じゃあちょっと他のをね盛り付けたいと思います。はい、じゃあ盛り付けが済んだというとこで、それじゃあ鍋小鳥で、種類が多いので発勝利。はい、それでは浜井特製あんこフルコースの完成。まずはあん肝ポン酢、そして釜の煮付けで、卵巣と皮の湯引きポン酢です。そしてこちらがホルモン炒めならぬ胃袋炒め。そしてこれが唐揚げもどき、揚げてないよ。でこちらがあんこう鍋です。グツグツうまそう。それじゃあ打てよう。マジか、マジか、マジかよ。なんとですね、片付け込み10時間ぐらいかけて撮影したんですが、食事シーンだけまさかのデータがなくなってました。で、もともとあん肝とポン酢で飲む企画だったので、まあネットであん肝だけ買って食事シーン撮り直そうかなと思ったんですけど、マイラさんにね、もう一回あんこ買わせていただきました。それがこちらです。よっ、ほっ、はい、こちら7キロぐらいのね、手頃なあんこをいただきました。まあ手頃って言ってもね、めちゃくちゃでかいですよ、7キロって。で、今日食べるかわからないんですけど、この子をまたね、さばいて同じような料理を、作っていきたいと思います。そこはまあ、はしょりです。はい、というわけでね、なんとかさばいて料理もできて、ただ、次の日でございます。それでできました、こちら。はい、改めまして第2弾フルコース、こっちのがね、美味しそうにできました。で、土鍋が割れちゃったんで鍋なんですが、あんこう鍋で、これは皮のね、味噌和えです。で、あん肝ポン酢です。そしてあんこうの本当に揚げた唐揚げで、同じく煮付けとあんこうの胃袋ホルモン風炒めです。それじゃあ食べよう、始めようか。はい、というわけでいただきますということで、まあ僕自身は2回目なんですが、熱燗でいただくということで、丸、あのね、漁師がよく CM でやってる丸な感じでこれにしました。これをね、ついていきます。じゃあ置いて、で、この中に酒を入れます。で、蓋をして、で、レンジの中で1分間加熱します。1000ワット、1分、レッツゴー。できた。よし、いい感じやと思う。お、はい、というわけで熱燗ができました。どれどれ、じゃあついでいきましょう。おお、ホクホクやね。まずは一杯、じゃあいただきます。あー、熱、おいしい。熱々が好きなんですよ、僕は。もう中途半端に熱いよりはね、しっかりね、熱いんが好きなんですよね。じゃあまずはこちら、唐揚げからいきます。で、前回のはね、揚げてなかったんで、そんな美味しくなかったんですよ。これ揚げました、さっき。めちゃくちゃ美味しい。水分量が多かったんで、油の温度は上がりにくかったんですけど、もう身がね、ふわふわで、プルプル、やけどしっかり弾力があって、本当に鶏肉の唐揚げとね、全然引け取らない。こっちはこっちでめちゃくちゃ美味しい。多分魚の中でもピカイチぐらい。次こちら魚の胃袋ですね。これ美味しそう。いただきます。あ、これ苦いやつ。ちょっと待ってください。何個かに1個ね、苦いやつが入ってるんですよ。これなんだろう。うん、美味しい。このね、間の層がプルプルとしてて、でも外のね、この皮目がしっかりとした食感で、グニュングニュンっていう、なんかこんにゃくのもうちょい食感がある感じで、めちゃくちゃ美味しいです。で、次は皮のね、味噌和えですね。まあ皮とね、卵巣が入ってます。
うん、めちゃくちゃね、日本酒にこれ合いますよ。あー、すげえ、なんだろう、プルンプルンしてます。プルンプルンしてて味はそんなないんだけど美味しい。ナマコと一緒、食感がいい。で、これ卵巣ですね。うん、卵巣はあんまり好きじゃない僕はね。煮付けにした方が美味しいかなって感じです。そして次、こちら煮付けですね。じゃあいただきます。うんうん、めちゃくちゃね、身がしっかりしてます。まあ、ただ身がしっかりしとって身が繊維質なんですよね。でどちらかというとやっぱ唐揚げの方がね向いてる感じがしますね。煮付けよりは唐揚げで、次こちら鍋、これウーパールーパーの手のとこです。まあだから七つ道具の一つのヒレの部分。お、すげえ食感、これは美味しいわ。うん、身もねホクホクで、煮付けよりは鍋かなって感じ。あっ、ええらしい。で最後にいよいよあん肝ポン酢、これめちゃくちゃうまいでしょ、すげえ滑らか。それじゃあいただきます。大本命、これのために今回さばいたから。うん、うまい。もう市販のものと違ってすげえ臭みがね非常に少なくて、で鼻の奥をね香りがスーンって抜けていくんですよ。これがいい香り。これにね、これあー、臭みが旨味に変わる、プシュって感じ。これは最高だな。いや、あんこうのフルコース最高。うん、なんといってもやっぱあん肝が一番うまいな。でも唐揚げも引けを取らん。日本語合ってるか分からんけど、はい、それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。個人的には2回目のエンディングとなりますが、皆さんいかがだったでしょうか。送っていただきましたマイロさん、ありがとうございます。そして皆さんもご視聴ありがとうございます。あんこうのあん肝、もうこれは最高、ほんまに。これとね、僕はね二大酒王者っていうのが僕の中であって、やっぱあん肝とカニ味噌、これがね僕の中では日本酒に合う二大巨頭って勝手に呼ばせていただいてるんですが、あん肝だけじゃなくて実際鍋とかにもめちゃくちゃ合うので、あ、でも唐揚げがほんまに美味しかった、これだけは譲れない。唐揚げだけはねめちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもねぜひやってみてください。本当に美味しかった、ごちそうさまでした。じゃあね、 See you next time. Bye.